で、定義通りに計算するとかなり大変そうに見えるんですけれども、2次と3次の正方行列に対しては、サラスの方法と呼ばれる、ちょっと少しだけ便利な計算方法、行列式の計算方法があります。まずこれを説明しておきます。教科書ではちょっと順番が前後するんですけれども、教科書ですと、その先ですね、76ページの、ごめんなさい、76ページの下の半分ですね、見出しは特にないんですが、なんか行列式の図があるところですね、下の半分にあります。で、どういうことをやるかっていうと、その2次と3次の場合には、行列の成分を、左上から右下に向かって、もしくは左下から右上に向かって、こう斜めにかけていくものを全部加えるというやり方で計算していきます。で、もう一つポイントはですね、このかける弦をかける方向がですね、右下がりの場合は、符号はプラス、右上がりの場合は符号はマイナスというふうにして符号をつけていきます。で、2×2 の場合ですと、その右下がり右上がりのパターンっていうのは、まず左にあります右下がりと、右の方にありますこの右上がりの2パターンですから、この2パターンの、成分の積の和を取ればいいということになりますね。しかも、右上がりの時には符号マイナス1をつけますので、これはこちらのマイナス A1 に A21 に相当するというわけです。で、今度 3×3 の場合ですね、ちょっと複雑かもしれませんけれども、まずそうですね、一番単純なのはこれ対角成分ですね。対角成分をこう右下がりに取ると。で、右下がりに取ればこれは符号は1のままで結構です。で、次、1、2成分からいくと、1、2、2、3ときて、で、ここでくるっと回って3、1っていうふうに、これも一応右下がりというふうに定義しておきます。そうすると、1、2、2、3、3、1っていう右下がりの積ですので、これは符号1ということですね。最後に1、3から始まるものも、右っていうのは結局端っこに行ってしまった場合には、これまた1列に戻って1、3から2、1、3、2という形で、これを右下がりと思って計算をします。これも右下がりなので符号は1ということです。で、逆にのパターンは、まずこれ A の3、1から2、2、1、3ってこう右上がりで上がっていくパターン、それから A の3、2、2、3ときて、その右ないんですけど、左に戻って A の1、1と右上がりに行くパターン。それから3、3ときて、今度は左に戻って2、1、1、2と右上がりに行くパターン。今述べたこの3パターンは、右上がりのかけ方ですので、符号はマイナス1をかけるということになります。で、こういうことで、一応3次の正方行列の場合は、この6パターンの成分の積を作ることで行列式を計算することができると。まずこれを押さえておいてください。よろしいでしょうか。で、あと、4次以上の行列式の計算に関しては、まず注意していただきたいのは、今言ったサラスの方法っていうのは使えません。サラスの方法では計算できない成分の積が出てきますので、使わないように注意してください。で、それと、あと、じゃあ実際どうやって行列式を計算するかっていうと、これから説明します、いろんな行列式の性質を使って、なるべく3次以下の行列式の計算に帰着させることで、なるべく早く計算するということができます。いろんな工夫ができますので、これからの説明も聞いていってください。ここまでよろしいでしょうか。それでは、ここからはですね、行列式の展開に関する性質をいくつか紹介したいと思います。まずこれ、課題の3.5ですね。教科書でその75ページの、上のところにありますけれども、まずこれ、ここでは主張は2つありまして、まずこの A のシグマっていうのは、前回の授業の最後に出てきました、この置換行列っていうものを出しましたけれども、この A のシグマが、このシグマを表す置換行列であるとすると、この A のシグマの行列式はシグマの符号に等しくなりますという性質があります。それから2つ目は、N 次の正方行列の行列式は1に等しいという性質もあります。で、この課題なんですが、特に一番はですね、置換行列はこの授業ではちょっと扱う頻度が低いので、ちょうど重要度
低めなので詳しい説明は省略しますけれども、2番目 の、 一応単位行列の行列式が1であるということはちょっと押さえておいてください。でちょっと若干証明を考えますと、どういうことかっていうと、結局単位行列ってこう1がこう対角成分に並んだものですよね。ですので行列式の先ほど言ったような形でこういろんな成分の積を取ろうと思うと、これも対角成分の1の積しか取りようがないわけです。でしかもこの対角成分の積を取るときのそのに使う値観っていうのは高等値観ですので、その符号は1です。ですので結果として全体の行列式を計算してもこれは1に等しくなるということです。ですので、まあ、とりあえず単位行列の行列式は1であると、どんな場合でも1であるということを覚えておいてください。はい、それからあとこの性質もですね、行列式の計算の時によく使われるのでちょっと押さえておいてもらいたいんですけれども、これは古代の 3.6 ですね。同じく教科書ですと同じく75ページにあります。でこれ、A がですね、上三角行列の時ですね。上三角っていうのは対角成分よりも下の成分が全部0の時ですね。対角成分とその上にしか非0の成分がない時、この時の行列式は実はどうなるかっていうと、対角成分の積になります。対角成分の積だけ計算すれば十分ということです。で、一応この証明のアイディアを、述べますと、これ先ほどの定義に基づいて行列式の展開、行列式をいろいろこう計算していくんですけど、この場合その展開が0でない項を作るときに、その何行目のから何列目の成分を取ればよいかっていうことをちょっと考えてみます。仮にですね、そうか、まず結論から言うと、第1行から取ってきていい成分というのは第1列に限られます。なぜかというと、もし、第1行で、例えば1、2成分取ってきたとしますよね。そうすると、行列置換の性質からですね、2行目から N 行目のどこかの行で、1列目の成分を必ず取ってこなきゃいけないんですね。ところが、2行目から N 行目までは1列目の成分全部0ですから、そうするとそこまで全部ゼロになってしまうということで、そのあるパターン の、 その成分の積がゼロにならないようにするためには、まず1行目は必ず A の11を取ってこなきゃないということが分かります。で、同じようにして、じゃあ1行目は A の11で確定と。で、2行目はどうかっていうと、やはり A の22以外を取ると、それ以外どこかで2列目の成分取ってこなきゃなくて、そこはゼロになるから、やっぱり 2行目は A の22を取ってくるしかないということの議論をどんどん繰り返すと、結局はもう A の I 行からはその I 列の成分しか選ぶことができない、すなわち対角成分の積しか選べられないということで、今の主張が得られるというわけです。で、説明はとりあえずいいんですけれども、このルールですね、この性質は行列式の計算をやりやすくするためによく使われる性質の一つですので、ぜひ押さえておいてください。それから3つ目ですね、これもよく使われます。これ、古代の 3-7 で、教科書は76ページの一番上にありますけれども、これは A を M 字の正方行列として、B を MN 行列、C を N 字の正方行列としたときですね、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、この対角のブロックが、正方行列、正方行列っていうブロックになっているときですね。必ずしも両方のブロックのサイズは同じでなくても構いません。とりあえず正方行列が対角成分に来ていればよいということです。で、この時の行列式はどうなるかっていうと、この対角成分に当たるようなこの各ブロックの行列式の積になるということなんですね。で、これも実はよく使われますので覚えておいてください。よく使われる、これ今日の授業でも使うんですけれども、これよく使うのは、例えばこの A が11行列、すなわち1個の定数だった場合ですね。1個の定数で、この下が例えば0からなっているというような場合にも、そうするとその行列式っていうのは、この、こういう形で簡単になりますので、これも後から出てきます。それで確認しておいてください。よろしいでしょうか。はい、それからですね、例題 3.7、例題 3.8 ってありますけれども、これ結構ちょっと内容的には、応用としては興味深いと思うんですが、まず行列式をきちっと計算できるようになるという意味では少し煩雑かと思われますので、ちょっと時間の都合で通過します。皆さんからリクエストがあれば、
途中下車することもありますので、個別に何かリクエストがありましたらお知らせください。ここまでよろしいでしょうか。